ます。今日は土曜日なんで、相場の方はもうそろそろね、閉じると思いますけども、3月14日5時30分、朝のですね、5時30分の相場解説になります。今お見せしている画面が、昨日行われた日銀の介入ですよね。ETF 購入で資金供給を5000億円規模、6000億円余りですか、合計で、しているというところなんですね。黒田総裁がインタビューに答えてます。さあ、株価急落、日銀が市場に5000億円資金を提供ということですけども、私の感触としては5000億円資金供給したところで、まあどういう効果があるのかなと思います。ちょっと少ないんですよね。ドカンとやっぱりもう今の時代ね、数兆円という資金でいかないとなかなかとは思うんですけどね。瞬間的には変わりますけども、結局5000億円資金を投入しますよって言っても、私たちみたいな投資家がその5000億円の何百万円をもらおうかなと思って待ち構えてるわけですよ。うん、ですからあんまりね、もうちょっと投資家目線っていうかね、個人投資家のマインドも考えていただくと、5000億円では、まあね、短期投資家の個人投資家の分配になって終わるんではないかなと。うん、市場に一定の活性化はね、出ますけどもね。ちょっと疑問ですよね。で、相場の方を見てみますね。現在の値段なんですけど、こんな感じになってます。で、市場介入した時がどこかというと、ここなんですよ。この辺りです。この辺りで、昨日のね、10時かその辺だったと思います。11時か。これから日銀の会合がありますよっていうところで、私もね、いいタイミングで情報したなと思ったんですけども、ちょっと昨日はね、その、チャンスだと思いながらも尾道に行っちゃったんですよ。だから何とも言えないんですけども、その後の値動きとしては、まあここでヒゲが出てますけどもね、こうぐんと落ちた後、あとは流れっぱなし、得意の N ですよね。で、力点がここに2つ出てますから、こうとこう、さらにこれがありますよね。だからゾーンとしてはこういう風に引けたんじゃないかなと思うんですよね。ここを突破したら、そっちの方向に動くよってことで、一旦下の方向に行ったんでね、こういう風に行くかと思いきや、弾みをつけて、ぐっと上行きましたよね。で、私は尾道から帰ってきて、ちょうどね、この辺りから、ああ、ボーナスチャンスあったのになーって、ちょっとぼやきながらっていうか、すごいショックを受けながらね、帰り道。なんで俺はここにいなかったんだろうと。うん、そこそこ、相場を見る力もあるし、資金もある。多分ね、私ね、ここでね、数百万円チャンスロスしたと思うんですよ。尾道にふらっと出かけちゃったんで。でも昨日ね、どうしても出かけない気になっちゃったんですよね。いや惜しかったんですけども、くよくよしてもしょうがないんで、この辺りから入ってですね、で寝てる間に、テイクプロフィットされていました。ロスカットラインとね、テイクプロフィットラインは設定して、寝ましたんで、下もうこれね、あんまり下がることないだろうなと思ったんで、ロスカットラインはかなり幅を持たせていきました。で、今起きたら利確されていたということなんですよね。まあまあ、でもこんなもんでいいかなというところですよね。いやいや、3月はこれでもう目標利益もいったんで、あとゆっくりと過ごしたいなと思います。あ、ちなみに目標利益って月間50万なんですよ。50万クリアすることっていうのは、はっきり言ってあんまりないんですよね。去年1年見てみても。だいたい30数万円の月間利益で終わるんですよ。30数万円だったら結構いいでしょ。でも半分は税金だっていうふうに考えられると、やっぱり20万円も現実的な自分のね、可処分所得としては来ないんですよね。だからもうちょっと力をつけるか、細かく相場を見て取引回数を単純にもう1回増やすかね、もしくは勝率を上げていくってことになりますけども、私の場合は勝率を上げるのはそんなに無理だと思いますし、勝率を上げる方ってのはどっちかっていうとね、時間が本当に日中勤務しててない方とか、になってくるんですよ。で、あとはロットを上げるっていう方法もありますけども、私の場合は取引回数をあと1日1回ぐらい増やしたら、まあ、このままだとね、月間目標利益は突破するだろうなと思います。いや本当にね、FX って今みたいな不況知らずなんですよ。今飲食店とかどんどん潰れてますし、中小企業とか旅館とか旅行業とかね、もう軒並みにそういうふうに誠実にやってきた薄利多売のビジネスってのが倒れてますよね。
本当に真面目にやってらっしゃったな、横で、こういうふうに金融市場にね、ちょっとちょこ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 クリックするだけで、こうやって相場解説、ね、本当に気が向いた時だけ取るだけで、こちらの方が安定してるっていうのは皮肉なことですよね。実態の経済とかけ離れたところに、このチャートっていうんですか、金融っていうのがありますから、なんか、本当にね、周りで閉店してたり、苦しい商売やってる方がいるところで、私なんか妙な感じで割り切れないところあるんですよ、こうやって FX やってる人が安定していて、むしろ経済的に時間的にゆとりがあって、実体経済を作ってる方っていうのが全然報われないっていうかね、日々一日の大半の時間を使い果たして、あんまりお金もねちょっと得れないっていうかね、なんか割り切れないところがありますね。割り切れないんですけども、私はたまたまこっちの世界に最近来ましたんで、そういうふうなこと言ってられますけども、私もね、店舗を20店舗を経営してきて、今みたいな世界状況でも何でもないのに20店舗全部潰しましたからね。相当力がなったんですよ、私は店舗運営の店舗とかね、社員使ったり会社っていうのはダメだったんですよね。はい、まあちょっと愚痴っぽくなりました。ちょっとね、昔を振り返ると苦いことばっかりなんですよね。まあ今 FX が私の味方についてくれてますんで、本当に助かってます。皆さんもね、この FX ってものを、しっかりとやっていけると思います。で、中丸トレーダーがね、今年に入ってまた春からね、新しいムーブメントを起こしたいなとか、皆さんがもっともっと稼ぎやすいようなね、ゾーンとは違った形で手伝えるようなものを今開発してると言われてます。中丸トレーダーの頭脳をそのまんまコピーしたようなものですから、私は大いに当てになるなと思ってね、リリースを待ってるんですけどもね、またね、動きがあったら紹介します。それでは本日ありがとうございました。